競泳、世界選手権、最終日、18日、日本時間19日、カタールドーハ、男子400メートル個人メドレー決勝。セトダイヤ29、29イコールカリス &CO、が、7大会連続メダルとなる銅メダルを獲得した。4分12秒51を記録、23年世界選手権金メダルのマルシャン、フランス、 が不在の中で、クレアバート、ニュージーランドが4分9秒72で金メダルに輝いた。瀬戸が執念で表彰台にたどり着いた。序盤のバタフライから4番手となり、3種目目で得意の平泳ぎを終えても4番手。自由形の前半50メートルでも立ち位置は変わらなかったが、最終盤に23年世界選手権銀メダルのフォスター。 米国を抜き切った。場内インタビューでは、ラッキーメダルと振り返った。3月17日開幕のパリ五輪オリンピック代表選考会、東京、7月の本番を見据え、拠点のオーストラリアではスピード練習を積まずに強化を続けているという。泳いでいる感じ、全然うまく泳げていない。正直5番か6番と思った。あれ と思った、ラッキーな銅メダル。タイム的に満足するタイムじゃない。複雑そうな表情で、7大会連続メダルの結果を受け止めた。約1ヶ月後の選考会では派遣標準記録、4分10秒63、を切り、上位2人以内に入れば五輪切符を獲得する。 この日のタイムでは届かず、自己分析での課題は100メートルを56秒47と伸びきらなかった序盤のバタフライ。勝負の舞台に向けて得意なバタフライがなかなかスピードに乗り切れていない。ここから厳しめに1ヶ月頑張りたいです、と意気込んだ。